はいどうもお疲れ様です。本日は12月20日です。時間は朝6時。今日の相場解説を始めていこうと思います。その前にちょっとだけ講義をね、改めてこのタイミングでさせてもらいますね。えっとですね、このテクニカルっていうのは、どこで作用するかっていうと、中期の時間軸で最も作用します。その他ね、長期、中期、短期って書いてますけども、例えば長期っていうと、年とか月とか1週間という単位になります。 ここは各国の,各国のですね政策の方向とか金融の状況とかっていうことが大きく関わりますのでファンダメンタルズに影響されるところが大きいんですよね例えば利上げが発表されますって言いうと長期では上の方に向かっていくとかねそれから利上げをやめましたとかね利下げになりましたって言ったら長期ではセルの方向に向かっていくつまり下の方向に向かっていくっていうふうな方向性が決まるわけなんですよ。ででですの長期でポジションを持つ方っていうのは そういったファンダメンタルズというたまに報告されるものを中心に見ていきます。テクニカルの要素ってのはあんまり見なくなります。で、逆に下のね、短期だとどうなるかってことです。例えば1分とか5分とかで取引される方、スキャルピングって言いますけども、これはランダムウォークって言ってもう偶然上下しかないんですよね。もう本当にそこにはファンダメンタルみたいな長期的な展望とかっていうのはそんなに作用しないんですよ。 要するに1分ごとにどっちに行くかっていうのはこれはわかんないですよねもう完全にランダムですで5分でもランダムなんですよでそういった感じで短期の時間っていうのは本当にどっちに行くかわかんないんである意味ね長半ばくちになってきますえそして戦略的にやっていこうと思うとファンダメンタルズの長期になっていくんですがその程よい中間に位置するのがテクニカルなんですよテクニカルっていうのは過去のこのチャート の組み合わせによって将来どういうふうな形になるのかってことをもう体系化して統計化してまとめたものになりますので学習による結果を求めるときにはこの中期のテクニカルっていうのは最も適してると言えますでテクニカルが最も使いやすくてそして私たちの時間にマッチしてるのは何かっていうと1時間なんですよね1時間っていうのは1日を分けると24時間ありますけどもやっぱりそのうちの半分くらいは FX 以外の時間に私たちは使ってますよね まあですので1日のうちに私の相場解説ではおおむね10時間1時間のチャートが10本育っている間に上の方に行くのか下の方に行くのかどのぐらいの利益が取れるのかってことを考えながらテクニカルを持って攻略していくっていう形になりますでその際重要なのがまずは大きな時間軸ファンダメンタルズの方から見ていくってことになります具体的に言うと下の方に書いてますけども 月足とかね、ウィーク、W、ウィークリー、週足ってものになります。で、月足は月に1回見ればいいです。1ヶ月に1回しかチャートが変わりませんから。ウィークリーも同じように、1週間に1回見れば十分です。毎日見るのは D、1日足ですよね。1日経つと1本チャートが増えてますんで、やっぱり1日に1回はデイリーの方を見ていきましょう。ということで今日もデイリーから見ていきます。その次は、4時間足です。4時間足を見ると、 4時間に1本チャートが動いてますからデイリーよりもさらに細かくテクニカルを知ることになります当然ですけどもデイリーなんて1日待っても1本しか育たないのでここでテクニカルを判断するのは難しいですよねで4時間っていうのは4時間ごとに1本ですからおおむね大きな方向性を見ることができますさらにエントリーするべき1時間を見ることによって細かい自分の暮らしや資金に合わせたエントリーができるってことになりますで この1時間足なんですけども、じゃあ1時間に1回見に来ればいいんですかってことになります。まあ1時間に1回見に来れる人は見に来てください。ところが1時間に1本しか育ってませんから、1時間ごとに見に来てもね、本来判断にはあんまり影響しないんですよ。逆にですよ。目先の判断に惑わされる可能性がありますんで、私としてはね、3、4時間に1回チャートを見に来れば十分じゃないかなと思います。そうなると、1日のうちに FX を意識する時間っていうのは大体10時間ぐらいだと思いますから、 まあ最大で12時間にしてもね、1日に3、4回見に来ればもう十分でことになります。じゃあそうなると、暮らしってのはチャートに張り付いてどうにもならないってことにはならないでしょう。むしろチャートに張り付くのは1分とか5分でエントリーしてる方なんですよ。まあですんで生活は壊れにくいです。あ、壊れやすいです。1分とか5分っていうのはほぼ専業でやらないとできないレベルになってきます。そればっかり見るようになりますからね。でも、長期のファンダメンタルズってどうでしょうか 1>, 1週間に1回とかまあ1か月に1回ってことはないですけどもねほぼ暮らしの中にチャートを見に来る瞬間ってないですよで本当にね3か月先に決済しようかなっていう感じで資金を埋めていきますからね、まあ、ですので私たちはテクニカルで中期を狙っていくその理由としてはやっぱり理論理屈が最も反映されやすいからなんですよ特に1時間時間いっぱい取られちゃうと もともとの生活が成り立ちませんから一日に34回見に行ければ十分というねそういった1時間軸で、えー、テクニカルを持って攻略していくことは最もちろんね慣れてきたり資金が増えてきたら長期のファンダメンタルズにも徐々にね挑戦していただきたいと思いますけどもね、えー、時にはねデイリーでやってみるとかねスイングトレードみたいな形だったりしますよね はいちょっと長くなりましたので、えー、このぐらいにしておきましょうか実際の相場解説に入りますじゃあデイリー4時間1時間の順番で見ていきますはいまずはデイリーです、えー、このような形になってまして何がわかるかというと方向性がこういうふうに決まってるよねってことそして152円のあたりで転換して今は相場がぐーっと、ね、下に押し下げられてるよってことなんですよ全体的に下げトレンドでしょ今、うん、これが確認できれば十分です そういうふうに、デイリーっていうのは、大まかな方向性を見ることになります。その大まかな方向性の中でも、瞬間的に上昇するシーンっていうのがあるわけですよ。もしくは今みたいに、横ばいになってるシーンとかね。で、それを細かく見るために、4時間に移っていきます。はい、じゃあ4時間です。えー、横ばいになってますね。おおむねどういう横ばいかというと、えー、例えばね、ここと、 こここで測ることもありますそうすると大体この箱の中に値動きが入ってるよねってことになりますでこれをもうちょっとシビアにいこうと思うとこういうふうにしても箱の中に値動き入ってますよね一部飛び出してますけどもでこの上と下の線を決める作業を「上底と下底」っていうふうに名付けるんですけどもこの上底と下底で囲まれた四角をボックスもしくはレンジと呼びますレンジっていうのは幅って意味なんですけどもね で、いち早く横ばいになった時には、この幅に気づけるかってことと、この幅を正確に設定できるかってこところがポイントになるんですよ。で、私の場合今大雑把にしましたけども、こういう幅はどうかなっていうふうな提案を4時間で、えー、日々ね、させていただいております。もちろんこれはやりながら修正することもあります。ただ、レンジが決まると、ものすごくエントリーがしやすくって、ロスが出にくくなります。ですんで、このね、 レンジを作る作る業ってていいいいうのはマスターしてもらいたいと思います、えー、その方法につきましては FX オリガルヒの方で講義の方とかねそれから随時配信してますのでこの動画をご覧の皆様の中でさらに FX できちんと学びたいってい方は FX オリガルヒの方にいらしてくださいえっ、ー、と本日12月20日ですけども今年中なら特別価格29万8000円でご案内できます来年からは49万8000円になりますので来年からねちょっと手の届きにくい金額になると思いますただし FX で お金が稼げるようになるとこんな抗議代金なんてねただ同然に思いますよ一発で取り戻せるわけですからねはいじゃあ次の1時間に行きましょうか1時間は実際にエントリーする時間軸になりますのでより慎重に見ていく必要があります昨日なんですけども一瞬窓ができてすぐに窓を埋めるような形で寝動きがありましたその時に決めたんですけどもレンジっていうのを2つに分けることですよね どうしてこの二つに分けたかっていうことは、まあ昨日の動画をご覧いただいた方がいいと思いますんで、今日はね、え二、ー、つに分けたところをお話し,しますけども、で、昨日の時点では、下の方で寝動きがあったので、下の方でエントリーをすることになりました。で、今日用が開けてみると、どうもね、こちらの方で今日は寝動きがあるみたいなんで、こちらの方でレンジジアンプションを取ることになります。すでに一部実行してますけども、この薄いね、上下に引いた、 ここの間でバイとセルをすす。ることになりますつまりはここでバイをしていればレンジダオプションで今含み益を取っている状態になるんですよで今度適当なところで利益を取るわけですけども大体半分ぐらいのところに来たらね一旦決済してここまでの利益の半分でもって追撃を食らわすと利益を確保しながらチャンスを最大限狙えるって形になりますで実際に値動きが上の方に達した場合今度ここからセールを入れるわけですよ そうすると同じような手法で利益を取っていくことができます。ですので今日はそういう戦略でいきます。えー、場合によってはね、今まだあのポジションを持たれてない方でリスクの取れる方は今から倍でエントリーしてもいいと思いますよ。はい。そしてもう一つの懸念点があります。レンジナンプションかと思ったらどっかでブレイクして外に出る場合があるんですよ。そうしたらどうするのってことですけども、これも今までの相場解説で散々解説してきましたけども、まあ今日は長くなりましたんで、この辺で一旦終わりますね。 はい、それではね、今日のレンジジャンアプション、ご確認いただけましたら、それぞれのリスクと資金量に合わせて、ロットをエントリーしてみてください。で、リスクの取れない方はデモトレードで練習してみてください。それでは本日の放送は以上です。FX オリガルヒの方はまた数時間後に追加の連絡をします。